んにちは。こんにちは。はい、ラグビーオンラインチャンネルでございます、はい、ね、世界のラグビー用品をご紹介するチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録の方もしていただけると幸いです。はい、というわけで今日ご紹介するのはこちらでございます、うん、はい、こちらですね、イングランド代表ですよ、はい、実は黒くて見えないかもしれないね、うんうん、イングランド代表のパスタイムキャップ、パスタイムっていうのは、まあ、いろんな意味合いがあるんですけど、はい、まあまあお気に入りみたいな感じだと思いますけどね、うん、僕の中ではですね、うん、の帽子ってことですよ。あのね、イングランド代表なんだけど、これはアンブロ製ではありません、はい、いいですね、イングランド代表グッズ、はい、代表の帽子ということでございます、うんうん、で、これね、色ね、分かりづらいかもしれないけど黒です、うん、ブラックですね、はい、で、ここにね、はい、アップします見える、はい、あのイングランドのロゴがエンボスみたいに入ってるじゃん、はい、光ってる、はい、このゴムっぽいやつ、うん、光ってる。これが黒黒で、うん、黒にエンボスで、うん、イングランドラグビーって入ってます。これは結構、ね、渋い、うんうんうん、遠目からすっごい遠目から見るとただの黒いもしか持ってないけど、うん、そうですね。だけどよく見るとここにイングランドが入ってるということになっております、うん、はい、で後ろ側がですね、こういうなんて言うんだろうな、マジックテープのちょっとすごい版っていうか、なんていうの、なんていうの、なんていうの、マジック、あんまりこうケバケバしないようなマジックテープで、はいはい、後ろが調節できるようになってます、はい、で、真ん中ね、ここは、頭頂部は金属ついてるので、はい、アレルギーの方はご注意いただきたいということでございます、はい、組成がですね、95% ポリエステルで 5% がエラスティンかな、うん、になってます、まあ、うん、基本的にポリエステル製のキャップと思っていただいて間違いはありません。ちょっとね、はい、いいんだよ、伸びるんだよね、ちょっと、うん、伸びるんです、ちょっとなんかね、フィットするような感じの、はいはい、ツルツルまでいかないけど、ちょっとこう、はい、なんていうコットンっぽくない感じ、ザラザラしない感じの帽子になってます、うんうん、で結構ね、このキャップのツーバーがね、うん、しっかりしてるんだよ、もうかっこいい、すごく非常によろしい、うん、よろしいですね。で、ワンサイズですね。まあ、後ろできるんで、ワンサイズって書いてますし、はい、あと、ここに、イングランド代表のね、はい、オフィシャルの、DNA ステッカーとかね、うん、ついておりますけど、いいですね。うん、まあ、前も言ったかと思いますけれども、イングランド代表の昔ね、ナイキだったんですけど、はい、の黒い帽子ってのがしたんですけど、うん、すっごかったんですよ。うん、今ね、なんでイングランドなのっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、はい、イングランドってやっぱ根強い、人気があってですね、グッズとしてですよ、うんうん、で、オールブラックスの次ぐらいじゃないかなっていうぐらい、うん、まあオールブラックスはすごいです、本当にすごいですよ、オールブラックスはやばい、はい、で、まあイングランドとか、はい、そうですね、そうだな、まあでも日本はジャパンなのかな、まあジャパングッズももちろんですけどね、うん、うんうん、まあいいんじゃないですか、ここだけの話ですけど、うん、今もううちもすごくいろいろ動いてきていて、いろんなことがですね、うん、まあブランドという意味で、はい、で来年は、はい、どこかが変わるっていう情報、まあ変わらないっていう情報は結構持ってるんだけど、変わる情報で言うと一個、まあこういう時だからポロって言っちゃうけど、うん、いいですね、これに書いてある、こう読まないでね、そこ、あ、はい、そこが変わるので、そうなんですか、だからここにあるこのじゃあこの上とかが違うブランドに変わります、あ、はいはいはい、ことですよね、はい、で、そうですね、うん、今日もね、実は 見ちゃったんですよ、私、うん、デザイン、あ、なかなかかっこよくてですね、まあまあまあいい感じなんですけど、ちょっとどうしようかなって思ってるのが一つです、うん、あともう一つ継続案件っていうのがもちろんありますよね、うん、はい、でもそのデザインも全部見ちゃったんですけど、はいはい、結構あるチームはかなりかっこいいなっていうのは思ってます、うん、で皆さんご期待くださいと、はい、で僕が今一番注目してるのは、はい、まあ私が大好きなボー、フランスで、はい、ボーの意味ねえんだよな、まあ、いや、あそこがやっぱなるわけですよ、ありですね、はいはい、でそこがどういうのを出してくるかっていうのはちょっとかなり、うん、まだ出てないので、うん、自体はね、うん、じゃあすごい気になっているということですかね、うん、はい、まあまあ、言いたいよ、ここまで言いたいものあるけども、うん、それを言わごくっと飲み込んでですね、皆様に、はい、もしお会いしたりとかした時にちょろっと聞いていただいたら、ちょろっと教えてもいいかなっていうふうにはそんなにね、大きな情報じゃないんでね、うん、まあご期待くださいと、はい、いうことで、yes! 今のところイングランドさんに関して言うと、うん、まあアンブロソンじゃないのってぐらいの情報しか僕は持ってませんけど、ただこうやって
ライセンスがさ、うん、要は全部まるっとアンブロさんじゃなくて、はい、こうやってライセンスアウトして、はい、ニューエラとかさ、はい、こういう普通のっていうイングランドラグビーだけを作ってるブランドっていうのがあるのがまたイングランドですね、うんうん、これちなみにオールブラックスとかではないんですよ、うん、オールブラックスがあるのは子供用の帽子です、はい、子供はちょっとですはい、というわけで、はい、全然関係ない話してましたね、ですからいいですよ、はい、イングランドのパスタイムキャップ、かなり面白いっていうか、なんかちょっとイングランドはしてなくて、うん、ラグビーしてない帽子なのでよろしければですよ、はい、これからの時期にお一つ引っかかるでしょうか、はい、はい、よろしければ東京店にもあるので見に来てください、はい、ではバイバイ。